アクセン今日何回目でしたっけ？あ、ちょっとわかんない、ちょっと、うん、9回目、10回目、10回目か、それくらいだね。10回目、じゃあ10回記念、10回記念ということで、10回記念、じゃあ10回記念、ワルハッティーとも、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ちゃんとワルハ来てきましたよ、ワルハ来てきましたよ、ここもワルハ来てきました、来てきましたよ、ということで今日10回記念で、はいはい、MC 交代、増田くん、自分の自己紹介が、まずね、まずはあの MC、はい、今日、はい、松田君が MC、はい、あ、では今日は、はいはいはい、MC を務めさせていただきます。俺見なくていいからカメラ向こうだからこれどっちのカメラですか、これ。今一応こっちウェブカメラこっちですね、はい、こういう感じで、はい、よろしくお願いします、はいはいはい、島田で龍月堂というお菓子屋をやってます松田です。はい、マイク近づけた方がいいかな、はい、どうがいいかな、どうぞ、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。龍、はい、月堂の松田さんです、はい、拍手で、ゲストそう、スペシャルゲストのあ、どうも島田市出身、はい、三遊亭ゆうきと申します。いや、来ちゃいましたよ、本当にこれ今日喋んなくていいかなと思って来ちゃいましたね、来ちゃいましたね、今日たまたまね、ちょっとあの島田の方であの学校公演がありまして、はいはい、で夜暇だったんですよ、はい、で、あの電話したら今日これがあるっていうんで、あの拉致されましたなんか拉致したみたいじゃん、俺が拉致されました。いや、俺は拉致されましたね、あくまでも今日は、コメンテーターですから、ね、いやいいですね、これね、いい番組ですね、これ、ほら MC いい番組ですよ、これいい番組でしょ、ライズ TV、いや、ZB、ね、最高でしょ、マロハっていいと思う、スーッと帰るやつもいいしね、こうやってあら、あ、お疲れ、おい、お疲れ、お疲れ、お疲れ様です、関わらないようにしてるあっちな、いや、ね、いいですね、やいつにね、こういうインターネット TV があるっていうのは最高でしょ、最高ですね、うん、これね、ですよね、そうですよね、はい、ですよ、そうです、それもさりげなく、さりげなく始まるってのもいいですね、いいでしょなんかあの いつ始まってるんですか、終わりもいつ終わりなんですか、いつ始まるのかなと思いながら、あ、もう変わってくださいっていう感じを、ラフな感じで、そうそう、もうそんな感じで、ね、あのこう流れてるわけですよ、これちゃんと流れてるんですか、ほらほら、これあのほらほら、ここで楽しんでるだけじゃないですよね、ちゃんと流れてるんですよね、大丈夫ですか、これね、ねえ、誰か、はい、何も入ってないね、はい、ね、多分ね、これね、名古屋でもね、見てくれてる人がいるんですよ、名古屋でも、名古屋ね、名古屋のこれが、そうそう、名古屋のこれが見てる、森岡さん、森岡さん見てる、見てますか、書き込んでね、このソーシャルストリーム、はい、ね、はい、ということでね、ワルハッティーとも記念すべき第10回、よろしくお願いします ね、よろしくお願いします、今日は大学、ね、MC 大学いやいや、恐れ多いですよ、うん、いいよ、大丈夫だよ、大丈夫、うん、あら、はい、この番組やりながら写真撮るっていう、うん、これグッといいでしょ、これどうなってんの、だってMC 自分でやったことあるでしょ、いや、ありますよ、僕ね、あのインターネットラジオずっと、まあ、TV っていうんですか、あの南青山のところでずっと2時間番組やってたことがあって、楽勝だよね、この30分、いや、あの2時間喋るって結構辛いですよ ね、 そうだよね、これが1時間番組になった時にすごい楽でしたよ、そうだよ、ね、で今日30分でしょ、多分わーわー言ってると終わっちゃいますよ、これそうだよ、ね、あ、言わなきゃ、そうそう、早く言わなきゃ、言わなきゃ、もう僕の宣伝なのにみたいな、じゃあまずじゃあ、あのね、まあ、今日は喋ってもらおう、まあ、言いたいこと先に言わしといた方がいいですよ、だってあれ喋りたかったって怒られても困りますからね、龍月堂先に言わしといた方がいいかもしれないですから、うるさいよ、うるさい、うるさい、まず、はい、やいずテレビさんとは、島津という、はい、まあ、島田での、こうちゃんとここですね、そうです、はい、まあ、イベントですね、はい、あの、はい、島津、島津です、あっちですね、あ、この手、これですね、はい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 、そうですね、この、まあ、このイベントはですね、島田の魅力あるお店が30店舗ぐらいがある1日限定でサービスをしてくれますというイベント、はいはい、島田だね、島田の、はい、そうです、お得なサービスプラス、はい、そのお店同士のコラボレーションを見て楽しんでもらったり、クイズのスタンプラリーとか、はい、いろいろ面白い企画を考えてやってますね、でそれがこの間1月にやったんでね、1月にあったんですね、いや11月、全然違ってるじゃないですか、11月、10つけるのはして11月にあったんですね、ありまして、スマーツがね、で今度は5月を予定してる、5月25日の予定となっております、はい、なってて、
そのねちょっといろいろと企画 にもしかしたら今ねまだ分かんないですけどちょっと落語とねコラボレーションをしようかなっていう話が今出てまして、で今からあれでしょ、始末実行委員があるでしょ、実行委員この後行かなきゃ、僕実行委員じゃないもんですから呼ばれてないんですよそうそう、お前勝手にやってるんで俺はここ残るんですよ。とりあえず日にちだけねちゃんとしておきます。5月の25日が5月の25日日曜日ね、始末で忘れちゃうからまたやるから、そうですね、はい、まあ、その前日の5月24日が僕の独演会があります。あ、そうなの。はい、そうです。まあ、それは忘れてくれて、それが一番大事だよ、それがね、それが一番、はい、でその次の日に島厚があるんで、はい、まあ、せっかくだからじゃあコラボでもなんかできたらいいなって、ね、まだね何も決まってません。やるかどうかも決まってないですけど、 そうだね、そんな話がありますっていう。これが終わってから君たち行くのね。そうです。そうですね。幸せ。はい。だからちょっと、リュウゲストさんに、よいしょしようとかなと思って今。一生懸命。やりましょうってね。な、あの、今もちょっといろんな話したんだけど、いい話あるよ。あ、本当ですか。楽しみですね。ゆうきまんじゅう。ゆうきまんじゅうを作ろうじゃないか。ゆうきまんじゅう、焼き印をね、作って。俺、まんじゅうじゃないんだけどね。焼き印を作って、小まんじゅうにね。この勇気としてこれパッケージにして、ね、あの勇気が出る饅頭ってやつ、で開けると勇気出たみたいな感じ。いつもの倍の料金で倍返しって書いて売ろうかな。いや本当にさ、あれがあの君がくれたさ、全然龍月堂さん関係ないんだけど、君がくれたあの、はい、これで吉菜にっていうお菓子があるんですけど、こんなのが入ってるんですよ。こんなのが歌舞伎座でね売ってるやつで、これで吉菜にって言って、それうちのちょっと知り合いの方がプロデュースしてるやつ、結構売れてるらしいんですけど、これが、ね、入ってるんですよ。お菓子のサブレみたいな、お菓子の小判型のサブレにまたこれが入ってる、これが入ってるんですよ。これでよしなにって袖の下は俺によこしたんだこれでちょっと着物安くしてくれってこれでなんとかなりませんかちゃんと僕あの財布に入れて持ってます、はいはい、こういうやっぱりね面白いね、なんかそうですね、ちょっとせっかくいろんな人たちがね集まる機会があります。なんかこうね、こう店通してコラボレーションできたらいいなという感じのこともね、だから今いろいろ話してるんですよね。そうですよね。だからあの、じゃあ俺があの勇気のあの夜勤俺作るからね、で饅頭作って、はい、で押してパッケージしてして売って俺がロイヤリティもらうから、一番そうそうでそっからまた僕ちょっともらいますからもらうのちょっともらいます。あ、そうなの。ちょっともらうか、なんかいいもん食わしてもらいますからうん、じゃあそれでやろうか。やります。本当に。やります。じゃあなんでプリンアーラドーム作ってくんないの早くプリンアーラドーム作ってもらいたいんだけど俺、始末の時作って、だってプリンアミツになっちゃうんだもん。プリンアーラドームをやっぱりつけてもらいたいんだよね。これからなんかやっぱりコラボって大切ですよね。そうそう、うちで売りゃいいんだから、はい、ね、プリンアーラドーム、そう、まあ、まんじゅうも僕が売りますから、手売りします。手売り俺もする。手売りしますから手売りしますから僕が。でも原価入ってこないと思うよまあそこはね、そこはまあやっていただいてね。とりあえずまあでも島津は5月の25日、ね、どんなイベントになるか分かりませんか。だからまあそんなのもできる老舗菓子屋の4代目、はい、4代目です。すごいね、4代目って言うと100何年ですよ。いや107、8年。すごいですよ、明治ですよね、創業がね。今日はあれなんですよ、僕ね、島田のその6号小学校ってとこに学校公演で落語で行ってきたんですけど、でまあ3公演やって終わった後、ありがとうございました先生方に言われて渡されたお土産が龍月堂でした、うん、ありがたいですね、ありがとうございます。で今日、ね、あれこれ龍月堂ですね、パッケージでわかるじゃないですか。あ、龍月堂ですね、今日会うんですよって言ったら、あらそうですかなんて、中に幕が悪そうな感じで、中に小判入ってなかった入ってなかった、入ってないのかね、本当にですね、そうか、もうちょっと気使ってくれよと思ったんですけど、ね、そうだね、500円のぐらい何回入れといてくれよと思ったんです、書いてなかったですね。ではちゃんと食べてきましたよ。すごいね、ありがとうございます。美味しかったですね。なんかあれもしかして行政にもこうやってんの、はい、これでよしない、あのまあお店としましては、まあ地域の皆さんのために役に立てるように頑張って。いいこと言いますね、老舗は違いますね、違うね、あらどうもじゃないからね、やっぱり言うことが違いますね、やっぱり違うよね、言うことが違う、やっぱお坊ちゃんダメだよ、ふざけすぎちゃお坊ちゃんって感じがします。島田高校じゃダメあれ高校どこでしたっけ、ここ
どうですか。どんどん毎月言う。静岡の、まあ、静岡の、はい、のまあ、ね、まあ、はい、お坊ちゃん高校ということで。お坊ちゃん高校という。なんかでもなんか俺ら違うみたいじゃないか。いや僕らはお坊ちゃん高校じゃないじゃん。まあ土手の横に土手の横にある高校なんで。なんかちょっとあの店の一応後輩なんですよ。そうなの、島田高校の先輩後輩。ただそれだけなんですけどね。まあ9学年違うんですけどね。9学年。で僕とで今年あの、今年31で僕が40です。いやいや。いや、ちょっと青木さん素敵。これなんかオチをつけてくれればいいけど、ただなんか言いっぱなしだとこれダメだ。これ人の話取ったらちゃんとオチつけなきゃいけないです。だって今日俺コメンテーターだから。今から MC ほら、あの役年の話をしようと思って。そう後役なんですよ今年ね。で、まあ前の年がまあ翻訳で、その前が前役だったんですか。前役の時にこの人と会ってんの。これやばいんじゃないかと思って。それ言うのお前。それまで一回も会ったことなかったんですよ。その話さっきしたら。そうですね、仲良くしてますけど、まだ大した、ね、付き合いしてないんですよ。それも前役の時会ってんですよ。言うか。なんかあるんじゃないかと思って。ほら、お前言うかそれ。それも僕がね、あのあれですよ。川根町ね、あの静岡の川根町で本川根か、今の川根本町、川根本町の落語会で行ったら、うん、居酒屋さんの落語会で照明をすごい間接照明つけて立て回しをね、本業が建具屋さんのところでやったんで、すごいいいところでやったんです。で落語やってたら煙がこう出てくるんですよ。あれなんだろうと思って、あ、厨房かなんか魚焼いてんのかなと思ったら焼いてなくて、おかしいなと思いながら落語やめるわけにいかない、一生懸命やってたら異様に煙が出てきて、パッと後ろを振り返ったら脱いだ羽織が間接照明に落ちて燃えてたんですよ。でマジで見たらこのぐらいの穴が開いて、うわ皆さん見てください、こんなに羽織が燃えちゃいましたよってお客さんに見せたところが一番ウケましたけれどもね。あの時思いましたよ。ウケなかったら今ちょっとウケてないけどな。あのね、伝わんないですなかなか、ね、落語知られたかなか伝わんないですそれが、ね、この言い方がね。まあでもあれですよ、だからそれがね、それで、あ、こんなことになっちゃいましたよって、僕がたまたまフェイスブックかなんか、フェイスブックに載せたんで、載せたら、あの、あ、俺直してやるよって。違う違う。芝木が、まず最初振りで、いいとこ知ってますよ、教えましょうかって一言書いてあったから。芝木さんとは何回か会ったことあったんですよ。で、あ、そうですか、じゃあ教えてくださいって言ったら、うちじゃねえかって書いてあった。あ、そうなのかなって。じゃあ先輩っぽいから、じゃあ明日行きますよ、つって。で、来てん。で、届けに行って。直すとかって見たらこんな穴だ。穴じゃねえよ、お前。穴じゃねえ。穴ってだ、こういうやつだろって。これ違うだろ、お前。これ直しようないわ。で、結局、ちゃんと新しいのを。同じように作ってもらう特注のやつだったんです。すっごい高かったんですけど、それをすごい格安でやっていただいて、ねえ、あれはもうなんでそれがさ前役で俺なんだ。去年もね、まあなんかあったかなと思って。だから俺が役払いしたんだろ。いや、まあ、俺が役払いしたんだろ。言えよ入って。いや言いたくないな。今年は何かね、何もなきゃいいなと思って。まあ何かあっても体とか何かね危険が及ばなければ。今年後役でしょ、ね、いきなりもうここ来てんじゃん。あ、素晴らしいな。今日拉致されたんで、これでもう役払い済んだかもしれないですね。ほら、ね、黙っちゃったじゃん。いや店の宣伝入るから、ね、商品出しますか。はい、はい、どんな、そうです、今日持っていたものは東海道石畳。お、これはバレンタインに向けて売り出して、ちょっと ここに見せましょう、ね、はい、バレンタインちょっと開けていいかな。はい、いいです。いいと思う。よろしく。いいと思う。バロハっていいと思うです、はい、あ、こんばんは。はい、お、生チョコ。これそうです。あ、これが、これが東海道石畳。そうです、石畳生チョコレート。生チョコ、生チョコになります。で、ぜひ食べてみてください。え、俺が食べていいの。いいんです。役得ですよね、これね。いいんです。ゆうきさん、あ、いいんですか。幼児も、あ、はい、じゃあ持ってきて。これ、はい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 、じゃあいいですか。はいはいはい、こんなこれ、こういう感じで持って帰っていい。生チョコですね。もう石間さんがうるせえからさ。お、ぜひぜひ。あ、うめえ。感想、あ、ほんとに。うめえ。
はすごい。これね、あの僕待ってます。あのこれ僕待ってますんで、龍月堂で買ってきてください。これちなみに おいくらなんですか。900円です。これ、まあ、この900円はいいわ。あの正直な話、これ900円いいね。ちょっといろんなブランドの生チョコとかよりいい、ね、めちゃくちゃうまいです。これごめんなさい、もう一個食うよ俺。これうまい。いらないよね。お酒飲んでる方いらないですね。これじゃあ勇気の出るチョコにしましょう。パッケージだけ書いて。これうまいです、これうまいです。これはこれうまいわ。これはいつ出してたのこんな。これは結構前ですね。あ、そう、はい、もっと宣伝しなきゃこれ。そうです、この900円は安いよ。安いですよこれ、ほんとありがとうございます。うん、2000円ぐらいで売れるよね。この半分で1000円で買いますよ多分。ああこの半分だから、2000円ぐらいだよね、はい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 、これで。いや、うん、これは美味しい。この前あのぜひぜひこれ買ってびっくりしますよ。バレンタインデーは勇気と俺のとこによろしく。はい、待ってます。はい、待ってます。で、で今度はあともう一つおすすめのサクッと島田ショコラ。あ、これ今日あのいただいたルンゲソウさんのお菓子の中に入ってました。入ってたの？美味しかったです。これもう食べました。もう食べたの？もう食べました。じゃあ俺が食べていいってことだよね。美味しい。え、違う。これ美味しいです。美味しい。これ ちなみに おいくらなんですか？これはおいくらですか？これは120円。あ、120円。いいですね。石間さん半分あげるから。まあ、冷たいかもしれない。え、なんかこれどうなってるの？冷たいって。あ、冷たい。そうですね。え、これどういう、サクッと、サクッと、これは、レンジで温めても美味しい。で、中の中に入っているこれがちょっとサクッと、二層になってるんです、ね、なんかこう入ってる。そうです。食べていい？美味しいでしょ、それ。ここがサクッと新たな食感と、うまい。いいよ食べて。うまいですね。ありがとうございます。何よ、やばいね。来週また来る。おすすめ。それただ食べたいだけでしょ。また何か持ってくると思ってる。あ、でもあれですね。あの和菓子屋さんいいよね。来れば何か食べられるってことですよね。じゃあ、ね、次回は。次回も食べ物屋にしよう。もうスタンバっとこ。誰かね。誰か、はい、スタンバっとこ。焼肉屋さんでもいいですけどね。ここで焼肉屋さんいるんだよね。あ、いるんすか、ね、いるんすか、いるんすか。いるんですよね。あんま余計なこと言わない方がいいですね。言わない方がいいですね、はい、言わない方がいいですね。まあ、これをまあ、はい、ぜひなんだバレンタインの時にサクッとショコラとサクッと自分、はいはいはい、サクッと島田ショコラと東海道石畳生チョコ。生チョコ、はい、これは絶品です、本当にね、うん、これは最高だね。おすすめ商品、それと、プリンアーラドーもぜひ。あと、それとないですけど、あとまだあるの。何か、バロハシャツもぜひ。島田の根系さんで。お、結構あの、まさく腕上げてきましたよ。だいぶ腕上げてきましたよね。もうこれが上手だ。だいぶ上手になってきましたよ。思いっきりこの辺上がって見せてるけどね、ちなみにね、この、下のシャツもね、これ、本家さんの。大入りですから、大入り。ね、落語家らしくね。いいですね。これ、あの、やっぱりね、このシャツって、本家さんじゃ売ってないじゃないですか。うん、で、落語家僕しか着てないから、すんごい楽屋で評判がいいんですよ。ありがとうございます。こういう生地を、こう、ちゃんとこう、縫い合わせてくれて、この粋な柄をやってるんで、あ、なんでこれって、すぐ大体落語家なんて分かるんですよ。で、黒だからスマートに見えるしね。ってことにしといてください。ってことにしといてください。ってことに。俺いいんですよ。コメントなんか。コメントですか。いや、マスタクはいいですね。いやいやいや、まあ、素晴らしいな。あの、こんな彼素敵でしょ。あれなんですよね、独身なんだよね。そうそうです。誰かいませんか。だって4代目でしょ。いたどう、こんな大柄の女性。老舗の和菓子屋の女将になれるんだよ、だって。いいでしょ、いいでしょ。募集中ですよ、募集中、ね、こんな美味しいものが毎日食べれるんだよ。
いいじゃない、いいじゃない、ちょっと後で紹介するから、マジで空撮してくれるから、空撮してくれるから、空撮やってるんですか、空撮してくれるから、あの流血像上からこうやってと店内をこう、ありがとう、うん、じゃあ彼女とあとね、あとはあとなんかあるの、なんか持ってきてんじゃん、いっぱい、これは、これはまあ、始末関係極秘書類、書類です、書類です、この後実行委員会、そう、実行委員会今からね、おちょっと遊びに行くんでしょ、ちょっと行きますよ今から、はい、俺なんか来るのだからねいやこれがあるからでしょ、これがあるから、こっそり俺と柴田は言われないからこっそりだからねいい、君たちは関係ないですから、コメンテーターとしていろいろ島津にも、はい、俺ただ島津のコメンテーターぐらいだからいや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 、あ、まあ、あまあでも長老みたいなもんですけど、そんなことないでしょ、そうです、こ、根圭さんも前回あのマルハピクニックとしていろんなお店を根圭さんのお店に呼んで、はい、ね、やっていただいて、うん、大活躍、だからプリンアーラドもやろうよ、プリンアーラドです、だから言ったら、あの僕恋人募集中です、彼女募集中です、あ、そうだ、ちゃんと言った方がいいよ、あのいや結構いますよ、結構見てるよ、あ、結構いますよ、え、今いるの、今いるの、え、なに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 、え、なになになに、マジで片思いの方がいるんじゃ、いるとか、そんな感じ、わからないですけど、もう今言わ、生で言わないでって感じ、言わない、なかったら、ここで告白しちゃってもいいですよ、あ、いいよ、いいよいいなぁ、うらやましいですね、そうか、まあ、婚活をまあ頑張っているところで、あ、なん、頑張ってんだったら今ここですればいい、じゃあいるのかと思っちゃった、ぜひ、あ、いるのあ、本当だったみたいでごめんなさい。じゃあまあそれは、いや、まあ、いや、ただ頑張ってるだけで向こうは何も伝わってないじゃないですか。言っちゃダメだよそれ。ダメだって。自分が頑張っててもね、向こう伝わってなかったらあれですから、ね。だから高校が違うとそうやっていじめるだろう。そうですね。高校が違うといじめるでしょ。ね、そうでしょ。でもあの同じ島田、そうですね。島田出身は出身ですからね。あれ一中？一中です僕は。一中？違うじゃん、二中じゃん、もう二中だよ、二中だから俺は一緒だこれ違うから、お前いじめるよ、いじめすぎだよ、一中ですからね、いじめすぎ、はい、どうぞ MC、 はい、はい、はい、で、あと他には何か、そうですね、コメントできるように振って、わかりました、他にも何か特徴のある、何かそのお店さんというかあるんですか、その島津ってね、いろいろ出てるんでしょうけど、30いくつもねあるってことは、そうです、その中に根圭さんもあるんですよね、入ってるんですよね、根圭さんもありまして、そうそう、僕はあのコメンテーター的な存在で切り無口になって次回ですね、うちは、うん、はい、お、あの美味しいお団子ができた時はコラボレーションとして、うん、まあ その時はですけど、まあ、まだ未定でわからないんですが、まあ、どこかと何をするの、そう、磯辺団子とかそういう、まあ、おのり海産物屋さん、ああ、じゃあ藤田ちゃん、藤田の美味しいおのり、あ、まあ素晴らしいですね、さすが自己委員長、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 藤田君すごいですね、あっちゃこっちゃに、そう、今日もうまだ集まってないの、もう集まってんじゃないですか、もう多分ね、あ、8時からなのでもう集まって、見てんのかな、集まってると思う、見てるのか見てないで使わしてるのかどっちかだよねこれ、いや、ダバーダバーってフォーチプレイしてんじゃないですか、いや余分なこと言うんじゃねえよみたいな感じまあいいや、コメントも入んないんだよね、龍月堂さん素敵、あら、根圭さんのよしよし笑って、じゃあもう一回よしよししてあげるよ、よしよし、いやいや恥ずかしくなってもう汗かいてる、本当汗かいてるな、暑いか、暑いね、もう寒い中、いいね、じゃあ一応俺自分も俺汗拭いとこう汗かいてねえけど、いやでもね、まあいろいろコラボがね、できるといいですよね、そうですね、
島津で。そうだな。じゃあ俺もお店同士で。そう、俺も落語の勉強しようかな。僕ね、あの本当誰かがあの落語素人さんでこうねやってくれるとねいいなと思って。あ、余分なこと言っちゃったかな俺。あのサークルっていうのがないですよね。島田で落語投稿会みたいなのがあると、あ、結構ねいろんなとこで素人さんやってくれると落語の文化もちょっとね底辺が広がってくるんで。いや、どうだ喋りがこう汗かかずにできるようになるの嬉しいです。ぜひ習得したい。自己委員長まずじゃあ授業から始めます。授業、僕のは擦り切れて終わっちゃう。ごめんなさい。今ね小学生の方がうまいですよ。今日行きましたけどね、みんな知ってますね。あ、そうだよね、小学生はすごいですね、本当に。いやでもあれですよ、もう時間じゃないですか。あ、まあ、あ、じゃあちょっと次回のやつ食べ物屋、食べ物屋ね。あ、まあ大体決めるんですか次の。食べ物屋ちょっと出るかな。今忙しい。ここで普通に電話するんですか。一応あのほらこれ どんな番組なんですか。そんな番組今テレフォンテレフォンの。もしもし。ただ本当に普通に遊びに来たって感じですよね。あれ、そうです、まあ、まさに。あ、これオープンにした方がいいんじゃないですか。音をしてるんだけどさ。あ、出ないんですか、向こうが。出ねえよな。実行委員長だろ。実行委員じゃない、実行委員だろ。実行委員です、実行委員です。実行委員だよね。はい、誰か誰 だって言われても分からない。この人分からない、分からない、はい、実行委員です。彼もこの人、実行委員ですよね。名前は出てるんですか、大丈夫。うん、電話番号出しちゃダメですよ。電話番号出てないから大丈夫。電話番号出したら名前が出てたわけだから。よしのし、よしよしのおかわりありがとうですか。よし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 。もう鈴木哲也出ねえからさ、もういいよ。ああ、細島屋。あ、細島屋さん。なんか持ってこいよ。そうです。今日あったら言っときますね。もう決まったからって。はい、じゃあいいと思ってが、逆に、あの、代わりに言っといて。いいとも。あ、よし。よしよし。ありがとう。こういう番組でいいんですか。こういう番組なんですらしいですよ。ね、そうです。来週からあの増田君が MC を。僕じゃ あの普通にここ取りかかって遊びに来ていいってことですよ。そういうこと。もうほら通りかかりの人がいるし。あ、そうですか。通りかかりで飲んでるし。あ、そうですか。でいじられてさ、なんか俺悪者みたいな、そんなん結構ある。こういいですね。こうなんかこうなんかアットホームな。そうでしょ。ヤイズ TV。 ヤイズ TV でしょ。だいぶいいですねこれね。そうね、こういう感じでやらないとやっぱり視聴率取れないんだよね。いいですね、これは。いいですね、これは。うん、じゃあ、ね、ゆうき次いつにしよう。次は来月多分帰ってきますまた。じゃあそこで一回入れるよ。また、はい、最近月曜日絡めるな。絡んで ね、はい、夜この時間帯ですもんね。そうそう、はい、で君が MC で俺ゲスト。なんだったらあのこの番組っていうかもう早い時間からずっとやりますもん。お前の番組で終わっちゃうじゃん。ずっとゲストで出てるっていう。ちょちょ、ずっとお前メインだ。いやみんながゲストだ。いや逆でしょ。いやゲストの方が楽しいですよ。だってそうなんだよね。何にも関係なくて。そうなんだよ。お前さ今日ずるい。もうさこういうのが一番いいですね。お前ずるいよ今日。勝手に喋って時間大して気にしてないですから。もう普通にオーバーしてますからねこれ。まあそんなもんなんで、オーバーしてるな。じゃあ、まあ、次の方はもういらっしゃってるんですか。まあ、それこそ、ちょっと待ってね。はい、その前に、あの、はい、せっかく今日、ゆうきくん来てくれて、はいはいはい、で、さっきね、はい、ゆうきくんに、サイン書いてもらったんで、ああ、はいはい、10ゲームね。これは、はい、いいですね。欲しい方、いましたら、はい、ビョン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 って2枚。はい、これ、飽きないね。春夏冬2勝5飽きないますます繁盛ですからね。はい、はい、また青木さんお願いします。はい、また作りますのでここにコメント入れておいてください。勇気、はい、そんな感じでいいですか。いいね、はいはいはい、はい、そんな感じで。じゃあ僕の手ぬぐいもじゃあ置いときますから。お手ぬぐいもね。じゃあ勇気特製手ぬぐいもつけて2名の方にプレゼントです。で、欲しい方はまたコメント残してください。で、来週のこの時間、また抽選やりますので、で、来週のゲストは、細島屋花水木店
店主の鈴木哲也君、今から会うでしょ。はい、会ってきます、うん、よろしく言っといてね、決まったからって。電話出ねえな、はい、この野郎って。手ぬぐいを、ね、プレゼントしますんでね、はい、いいですよ。いい色ですよ。はい、でこれもじゃあ色違いで、はい、色違いでピンクと、はい、はい、はい、じゃあこれプレゼントしまーす。イエーイ。先着、先着、先着じゃねえって言ってるでしょいつも。杉山くん、杉山くんってことで、はい、今日はワルハッピーとも、ワルハッピーともの斉藤祐樹くんと、はい、祐樹です。龍月堂の4代目、はい、松田くんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次は、はい、次はなっちゃん、はい、夏子の部屋が始まります。